保線小屋小森駅は静岡県灰原郡川根本町犬沼にある大井川鉄道井川線の駅である。短式一面一線のホームを持つ地上駅。ホームの反対側のホーム上の場所に使用されていない保線小屋がある。保線小屋の軒下に簡易な待合スペースが設けられている。駅周辺に民家は全くなく、その上駅に通じる行動も全くない。 リカー線の車内放送によると、かつてはダム建設関係者のために周辺に多数の宿舎や小学校もあり、医師も常駐していた。南アルプス新南部の大無限山から、全無限山、風船入などのピークを通り、送り峠を経由してこの駅に降りるルートもある。その後、廃道となった後も、このルートを通る登山者がいるという。このルートなどを経て、徒歩で到達する方法を除いては、 鉄道でしかこの駅へ来ることはできない。そのため、秘境駅の一つに数えられることもある。かつては主に急行道を再利用した、絶素橋温泉駅からの遊歩道があったが、崩れてしまった箇所が多くあるため廃道になっており、到達は不可能である。2008年度の年間乗降客数は574人で、ある。探検、発見、飛行駅人気急騰鉄道会社も便乗。 大井川鉄道井川線、摂速橋温泉井川さん、11、運転再開から記念イベントも開催。マイナビニュース。http コロンスラッシュスラッシュニュース .mynavi.jp スラッシュニューススラッシュ2017スラッシュ01スラッシュ12スラッシュ12スラシ372スラッシュ2018年4月7日閲覧。摂速橋温泉駅暇増駅間バス。代替輸送について。 ありがとうございます。